田原本町の中心市街地田原本町は奈良県四季郡の南端に位置する町。奈良盆地中央部に位置し、全域が平坦地である。町の東部を大和川、中央部に寺川、西部を飛鳥川と蘇我川が北流する。奈良盆地のほぼ中央、東に初瀬川、西に飛鳥川が流れる平坦地に位置する。古代の大和国上下郡共作郷、室原郷、黒田郷。 神里、と、十四軍藩と里の地で、鏡作り神社、多神社など著名な演技式内者が鎮座する。また、弥生時代の代表的遺跡である、唐子、鍵遺跡を有する。文禄四年には、静ヶ岳の七本槍の一人平野町隊が、田原本近隣七河村に領地を配慮した。この領地は後に、田原本藩となった。田原本町内の郵便番号は、 636から 02XX、636から 03XX となっている。奈良県都経県の施設保育園幼稚園小学校、中学校県立高校田原本駅にした原本駅、広陵町コミュニティバス、広陵元気号中央幹線奈良交通の田原本、バスセンターと国保中央病院を結ぶ路線があったが、同院の送迎バスに転換され廃止された。 高規格幹線道路一般国道剣道、多神社共作神社、村屋神社地神社津島神社から子、鍵石史跡公園。ありがとうございます。